宮本さん。日本共産党の宮本武史です。この間追及してきた森友問題も決して終わったわけではありませんけれども、これも私が2013年以来続けて追及してきたサブリース大手レオパレス21をめぐる問題が大きな社会問題となっております。今日はその問題を取り上げたいと思います。レオパレス21社は2月7日違法建築をめぐって記者会見をし、プレスリリースを出しました。そこでは新たに33都道府県の1324棟で天井や外壁が防火性能などを満たしていない施工不良があったと公表いたしました。その後さらに問題が広がっております。これは大臣にお答えいただきたいんですけれども、1月末時点で、何自治体の何棟に建築基準法違反が認定されましたか。大臣。国土交通大臣石井啓一さん。レオパレス21社が施工した共同住宅のうち、現在までに建築基準法違反が確認をされているものは、昨年4月の27日および5月の29日に公表された事案に係るものでありまして、本年1月末時点で173の特定行政庁から1895棟の違反を認定した旨が報告をされております。宮本さん。昨年末の数字で160自治体1488棟との報告でありましたから、わずか1ヶ月で400棟以上も増えております。すでにレオパレスは修繕工事のため最大14,443人に順次引っ越しを求め、特に天井に防災上の不備がある641棟の物件に入居している約7800人近い人々に対し、3月末までの引っ越しを求めております。レオパレス居住者の間に困惑や不安が広がるのは当然のことだと思います。去る2月の16、17日の17の両日、大阪でレオパレス居住者向け電話相談が行われました。私はその場に行って話を聞いてまいりましたけれども、2日間で42件の相談が寄せられました。例えば、5歳の娘さんと同居する20代女性、元夫の DV から逃れるためにレオパレスに入居。レオパレスを選んだ理由は、家具、家電を購入しなくてよいこと。オートロックだったこと。レオパレスからは、退去の条件として、1、退去時の清掃費を無料にすることや、2、レオパレス指定の引っ越し業者なら、引っ越し費用を一部負担することなどが提示されたというんです。報道では、引っ越し代金は全額レオパレスが負担すると出ておりますけれども、しかし現実にはこのように、レオパレス指定業者を使っても一部しか引っ越し代を出さないなど、報道内容と異なる相談さえ、この日まだ届いておりました。まず大臣に基本認識を聞きたいんですが、このレオパレス21の違法建築問題が、国民生活に大きな影響を与える深刻な問題だと、こういうご認識はございますね、大臣。石井国土交通大臣。レオパレス21におきまして、同社が施工した共同住宅における外壁の不備に関する従来の事案に加えまして、今回、外壁、外壁及び天井が建築基準法に基づき認められている仕様に不適合である新たな事案の報告があったことは極めて遺憾と考えております。国土交通省といたしましては、賃貸共同住宅の入居者、所有者の安全安心の確保を徹底した原因究明、再発防止策の検討に全力をかけて取り組んでまいります。委員長。宮本さん。もちろん居住者に何の罪もありません。レオパレス21が家賃や引っ越し代を負担するのは当然でありますけれども、家具や家電が据え付けられていないレオパレス以外のアパートに越せば、エアコンやテレビも買わなければならなくなります。その分はどうしてくれるのかなど、切実な声が寄せられております。くれぐれも居住者に不利益がないように、しっかりと対処していただきたいと思うんですね。そこで聞きますけれども、これは住宅局長で結構ですが、国土交通省がレオパレスの建築基準法違反を最初に知ったのはいつのことでありましたか。国土交通省
住宅局長石田勝さん。お答えを申し上げます。レオパレス21が施工しました共同住宅における不備にかかる情報を国土交通省が最初に知りましたのは平成30年1月19日に当時の担当課の職員がレオパレスオーナーの方から防火壁のないアパートがあるとの報告をいただいた。それが最初の初端となります。委員長。宮本さん。昨年1月19日のオーナー会からの情報提供に対して国交省はレオパレス21に問い合わせをいたしましたか。国土交通省石田住宅局長。お答えを申し上げます。先ほど申し上げました昨年の1月19日にオーナーの方から報告を受けた際にはその所在地など物件が特定できる情報提供がなかったことから国土交通省から特定できる情報を提供いただけるようにお願いを申し上げました。その後オーナーの側から所在や物件名など特定行政庁や会社側に紹介するために当方として必要と考えておりました情報提供がなかったことから当面国土交通省との対応はまだ行っていなかったところでございます。その後平成30年4月27日同年の4月27日ですがレオパレスがこの関係についての公表を行うことになりますがその直前に国交省に対して建築確認図書に記載された会費が施工されていない疑いのある物件が損する旨の報告がレオパレス21からあったことからレオパレス21に対しまして事実関係の確認等その時点で指示を行ったものでございます。宮本さん。レオパレスから言ってきたから初めて指示をしたと。レオパレスは同社の違法建築の事実を初めて知ったのはいつだと国交省に報告をしておりますか。国土交通省石田住宅局長。レオパレス21からは平成30年4月27日にプレスリリースに記載しておりますけれども、同年平成30年の3月29日および4月17日に対象物件の2名のオーナーから小屋裏回避に関して確認通知図書と現場との相違があるとの指摘を受け社内確認をしたところ一部の現場のみならず広く小屋裏回避が施工されていないことを認識した。これが初めだというふうに聞いております。宮本さん。そんな去年に初めて分かったというようなものではないんです。それをこれからやりましょう。そもそも私がこのレオパレス21のサブリースのビジネスモデルの詐欺的手法を国会で初めて取り上げたのは6年前、2013年4月15日の衆議院予算委員会第一分科会でありました。一部に居住者はともかくマンションオーナーも金儲けのためにレオパレスと組んだのだから被害者面するのはおかしいなどという向きがありますが、そんな生優しい話ではありません。レオパレス21社の業態はほぼ 100% サブリースであります。サブリースとは不動産会社が借主から賃貸物件を借り上げて入居者にまた貸しするものでありますけれども、多くの場合30年一括借り上げで家賃収入保証などと安定した収入があることを売りにオーナーに莫大な借金を背負わせマンション建設を進めてまいりました。ところがレオパレスは2010年頃からリーマンショック後の経営不振を乗り切るため会社ぐるみで強引に契約解除も辞さずオーナーに家賃の減額を迫りました。これに終了プロジェクトという名前までつけて契約から10年を超えたアパートは解約、10年未満は家賃の大幅減額を求める交渉をするように会社を挙げて指示まで行っておりました。私が6年前実例を挙げて正したのに対して当時の森雅子消費者問題担当大臣は非常に難しい問題と言いつつもそのような悪質な事例があるとすれば政府全体として何らかの解決に向かって進まなければなりませんので所管の国土交通省としっかり協議をしてまいりたいと答弁をいたしました。消費者庁、事実ですね。消費者庁高田政策立案総括審議官。お答えいたします。平成25年4月15日の衆議院予算委員会第一分科会におきまして森国務大臣から
先ほどの答弁でも申しましたように、そのような悪質な事例があるとすれば、政府全体として何らかの解決に向かって進まなければなりませんので、所管の国土交通省としっかり協議をしてまいりたいというふうに思いますとの答弁をしているところでございます。委員長。宮本さん。この終了プロジェクトの暴露は、この時大きな話題となり、それを機に、レオパレスオーナーの皆さんが、オーナー会を立ち上げるきっかけにもなりました。そこで配布資料を見ていただきたい。昨日、レオパレス21自身が、私に対して提出したレオパレスの内部資料であります。家賃改定事務局と書いているのは、終了プロジェクトを進めてきた担当部局であります。名前は伏せておきましたが、先日のテレビ東京の番組でも放映されていた、〇〇氏訴訟案件現状及び今後の方向性に関するレポートと題された文書であります。資料1の経緯を見ると、終了プロジェクトに関して2011年11月、あるオーナーから訴訟が提起されます。裁判では、解除権の乱用や、解約時に空室で引き渡された損害などが争われてきたんですけれども、2012年11月にオーナー側は今回問題になっている改壁の不備という主張を追加いたしました。すると翌月、2012年12月にはたちまち和解協議に応じております。資料2を見ていただきたい。3、懸念される事項とあります。今回、解除権の有効性とは別に、建築基準法違反による建物貸し、損害賠償請求された。当社の一番の懸念は、現時点でレオパレスが建築基準法違反という記録が残ることとなっています。そして4、本裁判における当社の選択肢として、先方の和解枠組みを 100% 受諾するならば、本裁判において建築基準法違反という文言は記載されないと記載され、その下には本裁判に関わった弁護士らにオーナーが相談した場合、高い確率で建物検査をアドバイスされる懸念ありとも書かれております。ここにいるオーナーというのはこの裁判の原告ではありません。他のオーナーのことであることは明瞭であります。そして建物検査をアドバイスされることを懸念しているということは、他の建物にも改壁の不備があることを自覚していたということになります。これはつまり、レオパレスは以前から少なくとも2012年以降は、自らの物件に建築基準法違反が広く存在することを知っていたということではありませんか、局長。国土交通省、石田住宅局長。ご指摘の資料に関しましては、ご紹介ありましたレオパレスの内部資料でございますので、国交省の方からその内容についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思っております。委員長。宮本さん。この文書は国交省として入手いたしましたか。国土交通省、石田住宅局長。この資料自体は入手をさせていただいております。委員長。宮本さん。当たり前ですよ。私が国交省に出させろと言ったら、レオパレスが届けてきたんですから、あなたがすでに持ってるはずなんですね。資料3から4にある弁護士のアドバイスを見ていただきたい。資料2の下には、本裁判以降、GN、ゴールドネイルの瑕疵について完全に蓋をすることは不可能である。資料3の二つ目のポツ、一部上場企業でコンプライアンス遵守を表明している以上、ゴールドネイルの修繕については今後、プロジェクトを組んで進めるべき。四ポツ、確認申請と実際の施工が違う事実になった経緯の正式コメントを用意すべき。弁護士はここまで言ってるんですね。この時、直ちにやっておけば今回のような事態になってないんですよ。7年前、2012年時点ですでに、ゴールドネイルの瑕疵は隠せない。今後プロジェクトを組んで修繕を進めるべきだという認識が弁護士から出されているではありませんか。それをレオパレスは隠し続けてきた。大臣、こんなことが許されていいんですか、大臣。石井国土交通大臣。
委員がご紹介いただいたのは、レオパレス側の文書でございますので、私どもが作成した文書ではございませんから、コメントは控えたいと思います。委員長。宮本さん。だからこそ、国会の場で徹底追及が求められる、徹底解明が求められると思います。この文書は、7年前からレオパレスが違法建築を知っていて、隠蔽してきたという事実を示すものであります。徹底解明のために、委員長、当委員会にレオパレス21関係者の参考人としての招致を求めたいと思います。後刻理事会で協議いたします。宮本さん。さて、まさにそのゴールドネイルを含むネイルシリーズでありますけれども、この商品は 2x4 と呼ばれる工法を用いております。 2x4 工法は均一サイズの角材と合板を接合して、壁や梁の代わりに壁、床、天井、屋根部分を構成し、それらを組み合わせて箱状の空間を作るというものであります。つまり、あらかじめ工場で作成した部品を現場に持ち込んで組み立てていくというものであります。いわばプラモデルのようなイメージですね。今年2月7日のレオパレス自身の公表によっても、このネイルシリーズ、913棟のうち、904棟を調査してみたら、外壁に不備がなく合格したのはたった6棟、残る 99.3% に何らかの外壁の不備があったと。これはこのネイルシリーズの結論なんですよ。これは施工に違反があったというようなものではありません。設計段階から建築基準法違反があったということではありませんか、局長。国土交通省、石田住宅局長。現在、レオパレスの方からの公表しております2月7日の発表におきましては、順法性の知識や意識の低さから起因したものと考えているけれども、具体的な原因究明に至っていないこと、また実態把握と原因究明を行っていく目が、一般論全体として示されております。で、ご指摘のネイルシリーズに関しまして、その個別の発生原因について、今のところレオパレス21からは発表回答は出ておりません。国土交通省としましては、こうした不備の発生の理由等について、1ヶ月以内に原因を究明して報告するよう、今現在求めているところでございます。報告された、提出された報告内につきましては、外部、国交省に設けます外部有識者委員会において、その内容を検証させていただきたいと思っております。委員長。宮本さん。こんな7年前からずっと隠し続けてきてですね、いまだに、そのことを明らかにしないような、そのレオパレス自身に解明させて結果待ってるっていうんじゃダメですよ、それは。この外壁の不備というのが、いかにどういう重大な問題か。海壁とはどういうもので、どういう機能があるか、簡潔にご説明いただけますか、海壁。国土交通省、石田住宅局長。お答え申し上げます。共同住宅の海壁につきましては、建物全体の構造を支える一部であることに加えまして、隣接する住戸間におきまして、生活音が容易に伝わることがない遮音性能の確保、また火災の際の延焼拡大の防止など、建築物の安全性や良好な生活環境を確保する上での役割を果たすものでございます。委員長。宮本さん。重ねて、今の建築基準法の規定では、共同住宅の外壁はどう施工されなければいけないか、耐火機能に関わる建築基準法施行令114条1項を読んでいただきたい。国土交通省、石田住宅局長。今、お答えを申し上げます。今お話しありました建築基準法施行令第114条第1項におきましては、長屋または共同住宅の括弧の外壁は準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達成しめなければならないと定めているところでございます。委員長。宮本さん。外壁がないと一旦小屋裏に火が回れば、瞬く間に天井全体が燃え広がって火の海になります。だから、外壁がないなどというのは論外でありますけれども、形だけあればよいというものでもありません。当然、隙間なく外壁が設置されていなければ、命に関わるというのが法律の規定なんですね。なぜ、レオパレス21のネイルシリーズのマンションの
99%、ほとんどすべてに命に関わる海壁の不備があったのか、これ、なぜ見抜けなかったんですか。国土交通省、志田住宅局長。お答えを申し上げます。すみません。早く。失礼しました。なぜ見抜けなかったのかだよ。はいはい、すみません。今回発生しました案件は、平成8年から13年に建築をされております。で、当時は平成11年に導入された中間検査制度もまだ定着しておらず、完成検査率も低い水準でございました。現在では当時と比べて完成検査率も上がり、共同住宅の中間検査も対象しておりますが、当時はそれと比べてかなり検査の状況が低かったこと、また、今回も問題になっております下地材の下にあるものの使用などは、内外装が施工された後では、中間検査や完了検査での現場検査の際に確認することが困難な面がございます。そのため、この点に関しましては、確認検査時に関する、確認審査時、審査等に関する指針におきまして、中間検査、完了検査の際に、その施工前に施工された工事について、工事管理の状況を記録した書類等で、建築確認を受けた設計図書の通り施工されているかどうかを確かめるということになっております。ただ、このような検査及び工事管理の仕組みで、今回のような関係のものがきっちりと違反を防止できるかどうか、その点は先ほど申し上げました委員会におきまして、精査をいただく必要があると思っております。宮本さん。このネイルシリーズについては、中間検査が入る前のものであったと。だから、中間検査してないんだという答弁でありますけれども、じゃあ今は中間検査が入りました。しかし、今回のレオパレスの違法建築には、海壁の不備以外にもですよ、部品である壁の中に、本来は耐火性のグラスウールやロックウールでなければならないのに、燃えやすい発泡ウレタンが挟まれていたというものもあるんですね。今回のように、工場から出荷される段階ですでに、壁の中に発泡ウレタンが挟まれていると、こういう事例であればですね、この目で見る目視のこの建築確認で見抜けるんですか。国土交通省、志田住宅局長。お答えを申し上げます。先ほども少し触れさせていただきましたが、下地材などの使用は内外装が施工された後では発見がなかなか難しくなりますし、工場生産されている部品、これについて中間検査や完了検査といった現場検査の際に確認することは困難な面もありますことから、工事管理が適切に行うことがそもそも一番まずは重要と考えております。ただ、今回の事案の原因究明の結果を踏まえまして、現在の検査及び工事管理制度のあり方について検討する必要があると考えております。国土交通省として設置いたします共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会、ここにおきまして、今般の事案にかかります原因究明結果の検証及び再発防止策等について検討していただくことにしておりまして、国土交通省においては、そのいただいた提言を踏まえて、必要な対策を講じていきたいと考えております。宮本さん。今回のこの事件を受けてですね、レオパレスのオーナーの方々からは、検査済証をもらうことで建物の安全性をわれわれは信用していたんだと、それでも違法建築がはびこるとすれば、われわれは一体何を信じたらいいのかという悲痛な声が上がっております。見抜くことは難しいと、建築確認のあり方についてもという話がありましたけれども、これはちょっと大臣に、改めて今回の事例を受けてですね、この建築確認の不備について、しっかりと正していくとよろしいですか。石井国土交通大臣。今、局長が答弁いたしましたように、部材の使用ですね、これが内外装材が施工された後では、なかなか検査では見にきにくいという面がございます。で、工事管理は適切に行うということが重要なんですけれども、これらの検査及び工事管理のあり方についてですね、検討する必要があると考えておりまして、国土交通省として設置をいたします共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会におきまして、今般の事案にかかる、
事業者による、まあ、事業者の方に原因究明結果を求めてますから、それをこの委員会、検討会において検証するということ、および再発防止策について、検討いただくこととしておりますので、いただいたこの提言を踏まえてですね、必要な対策を講じていきたいと考えております。宮本さん。実は今回のこの部材のこういう違反というものはですね、もう工場の中で行われていることですから、建築現場の確認じゃいかないわけですよ。いざとなったら、そういう部材を作っている、部品を作っている壁の中にもそういうのを挟み込んでいる工場を立ち入って調査するということもしなきゃわからないわけですね。レオパレスは少なくともこういう事態を起こしたわけですから、少なくともレオパレスに関しては、工場に立ち入り検査を行うことや、作業員への聞き取りなど、やっぱり国土交通省として、しっかり原因を洗い出すべきじゃないですか。大臣、いかがですか。国土交通省、石田住宅局長。お答えを申し上げます。先ほど申し上げました委員会の有識者の先生方、こちらともご相談をさせていただきて、今現在、レオパレスに対して、単に原因究明の結果を出せというだけではなく、こちらとして確認をすべき事項について、向こうに申し入れをし、その回答をいただくことを求めているところでございます。委員長。宮本さん。レオパレス任せでは絶対に解決いたしません。徹底した調査を求めたいと思います。これだけ大切な命にも関わる海壁を、こともあろうに昨年の国会で建築基準法30条を改定することによって、遮音性に関しては設置しなくてもよいという規制緩和が行われました。もちろん私は反対しましたけれども、この法改悪は昨年6月27日に公布をされまして、今年6月26日までに施行されることになっております。またそれに合わせて施行令を変えて、海壁の耐火性についても規制緩和するということになっております。そんなことして本当に大丈夫なんですか、局長。国土交通省、石田住宅局長。お答えを申し上げます。今ほどご紹介のありました改正でございますが、単に緩和するというものではございませんで、海壁、天井裏の海壁をなくす代わりに、天井部分にそれに見合う性能を求めるということを行うことによる合理化を図ろうというものでございます。まず防火性の話ございました。これにつきましては、その防火性の天井の部分、小屋裏の方に行く前のその天井の部分につきまして、必要な耐火性のある強化石膏棒の重ね張り等を求めることによって、今の基準と同等の安全性を確保しようというものでございます。棒につきましても、同じように吸音性のあるもの、そういったものを天井にちゃんと施工することによって、海壁がなくなることと合わせて行っても同等の遮音性を確保する、そういった改正を行おうとするものでございます。宮本さん。つまりは天井の建材に遮音性や耐火性があれば、海壁がなくてもよいという改正をしようというんでしょう。よくもそんなことが言えるもんだと私は思うんですね。住宅局長に改めて確認しますけれども、今言った今年2月7日の住宅局のプレスリリースで、レオパレス21の施工した共同住宅には、もちろん海壁の不適合、これありますよ。同時に同じプレスリリースで、天井の材質について不適合が報告されておりませんか。国土交通省、石田住宅局長。本年、お答え申し上げます。本年の2月7日に、レオパレスが公表した3つの今回新たに発見された案件の中の1つが、天井部分の施工の不備でございます。その内容は、本来2種類の天井のボードを貼るべきところを、その2種類のうち片一方しか貼っていなかったり、もしくは本来定められていた2種類とは違う、その2種類を貼ったものがあったというものでございます。委員長。宮本さん。あなた方のプレスリリースに書いてるじゃありませんか。強化石膏ボード 12.5 ミリと、化粧石膏ボード 9.5 ミリ、または化粧石膏ボード 9.5 ミリとなっており、平成27年国土交通省告示第253号1時間
準耐火構造に規定する仕様の一つである強化石膏ボード12ミリ以上とロックウール吸音板9ミリ以上と異なるものであったと。これがプレスリリースのあなた方が発表した中身ですよ。レオパレスがまさにいい実例ですよ。海壁でごまかしをするような企業は天井の建材だってごまかすんです。海壁という目で見て確認できるものでさえ違法を見抜けなかったあなた方がですよ。建材の耐火性能というようなまさに目で見てもわからないと自ら認めるようなものをちゃんとやれば大丈夫だとどうやって確認するんですか。こういう重大な建築基準法違反事件が明らかになった以上、このままですね、これを施行するということはとどまるべきだと、改めて再検討すべきだと思いますが、大臣いかがですか。大臣。市国土交通大臣。レオパルスの方は現行の、建築基準法に、不適合だという件でありますが、委員の指摘のは、新しく改正するのかどうかということでありますけれども、先ほど申し上げましたように、今般のレオパルスさんの事案を踏まえまして、国土交通省で検討会を設けまして、そこでしっかりと対策を講じさせていただきまして、今回新たに改正する予定のものも含めてですね、しっかりと確認をしていくという方策を取らさせていただきたいと思っています。委員長。宮本さん。そういう意味では、その有識者会議でのきちっと検討を抜きに、これを施行するということはないというふうに受け止めていいですか。国土交通省、石田住宅局長。いいですね。お答えを申し上げます。今回の改正につきまして、これはまさしく告示内容含め、政令の内容含めまして、求める性能の規定でございます。そこの改正となります。ただ今回、レオパレスで起きましたのは、現在求められている性能の、いわば施工を、いわば十分にやっていないということでございまして、施工をどう確保するか。ちゃんとした施工を確保するかというところが一番の肝要な部分でございまして、その部分を委員会においてきっちり検討いただこうと思っております。そういった意味では性能自体は先ほど申し上げましたとおり、今回の改正でも同等のものを確保する内容でございますので、その確保した内容を以下にあと施工の面で確保するか、そこについてきっちり検討した上で対応したいと思っておりますので、性能自体の改定自体は今回の予定の形で進めたいと思っているところでございます。委員長。宮本さん。いや、検討した上でやるって言うんですから、検討が終わるまではやってもらったら困るんですよ。大体見抜けなかったんですから、きちっとやってくださいね。さて、レオパレスは 100% 近くサブリースで、成り立ってきた企業であります。最後にサブリースをめぐって報じられている新たな投資詐欺まがいの事例について質問したいと思います。フラット35という民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した最長35年の全期間固定金利の住宅ローンがあります。国交省に確認しますが、このフラット35を利用して第三者に賃貸する投資用物件の取得資金とすることは許されておりますか。国土交通省、石田住宅局長。お答えを申し上げます。フラット35におきましては、申し込み人とフラット35を取り扱っております金融機関の間で締結する金銭消費貸借契約証書におきまして、借入金の使途を本人または親族が居住するための住宅の取得資金または取得資金の借り換えに限定しております。従いまして、賃貸用の住宅など不動産投資用の物件の取得資金を使うことは許されておりません。委員長。宮本さん。許されてないんですね。ところがですね、2月の18日毎日によると、サブリースを悪用した若者をターゲットにした新たな投資の勧誘が横行して被害者が出ているという報道があります。投資用物件には使えないはずのフラット35を悪用するために、その物件の住所に住民票を移させ、自己居住用に購入したかのように偽ってローンを組ましております。記事によりますと、ある業者の元社員は、20代から30代を中心に中古マンションを売っていた。客の平均年齢は、平均年収は300万から400万円。我々からすれば、売れてしまえばそれでいいと語ったということであります。このフラット35というのは、こういうやり方は
を使ったこういうやり方を、まあ、ヤドカリ投資法と呼んでですね、これを指南するようなこういう本までですね、販売されているという現状がございます。で、こういうフラット35を悪用した、そしてサブリースを装った投資に、これを使うというようなことは、このまま決して放置しておけるもんじゃないと思うんですけれども、石井国土交通大臣、ご所見をお伺いしたい。石井国土交通大臣。フラット35について申し上げたいと思いますが、まあ、委員が今、ヤドカリ商法というふうにおっしゃいましたけれども、まあ、フラット35融資を実行した後ですね、住所を変更して、また変更してしまうというやり方のことかと思いますけれども、まあ、そもそもフラット35はですね、融資実行後、転勤や転職等の諸事情により一時的に転居される場合は、まあ、従前は事前に機構が承認する手続きとしておりました。まあ、その後、リーマンショック等の社会経済情勢下における、まあ、返済困難者への対応を図るためにですね、機構はこの手続きについて、事前承認から届け出と見直しをいたしました。この措置はですね、転居により、まあ、所得が回復する前の間、まあ、融資を受けた住宅を、まあ、賃貸をしてですね、その家賃収入により返済の継続をしやすくするといった趣旨で行ったものでありますけれども、まあ、こうした手続きを利用してですね、フラット35が本来の融資目的と異なり、まあ、賃貸用の住宅など不動産投資用の物件の取得資金に利用されることは、これは遺憾であります。機構に対しましては、実態を踏まえつつ、適切に対応を検討するよう指導してまいりたいと思います。宮本さん。当然、こういう穴を塞ぐための手立てを講じていただきたい。なぜレオパレスといい、フラット35の悪用といい、サブリース業者による被害が止まらないのか、それはサブリースを規制する法律がないからであります。一刻も早く法律でサブリースの規制を行い、業者の登録を義務化して、違法行為があれば営業停止などの処分をするべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。石井国土交通大臣。賃貸住宅管理業の法制化に関しましては、平成29年9月より検討会を開催をいたしまして、登録制度、まあ、現状登録制度はございますけれども、この登録制度の、まあ、任意の制度でありますから、登録制度の法制化を含め、今後の賃貸住宅の管理業の在り方について、検討を進めてまいりました。この検討会におきまして、賃貸住宅管理業の枠組みについて、より実効性のある形で制度の構築、改善を図っていくことが必要とした上で、投資用不動産をめぐるトラブルが多発していることに鑑み、実態を詳細に把握した上で、法制化に向けた検討を進めるべきとの提言が取りまとめられたところであります。国土交通省といたしましては、対応化しているトラブルの実態を把握をし、その結果を踏まえつつ、引き続き法制化も視野に入れて検討を進めてまいりたいと存じます。委員長。宮本さん。今回の問題で言えば、レオパレス21の物件に居住されている方々の安全を図ることと、被害の救済保障が第一であります。さらには、騙されてきたオーナーの皆さんも被害者であります。レオパレスにその社会的責任を果たさせなければなりません。昨年6月19日の国土交通委員会質疑でも私は指摘しましたけれども、借地借家法の運用がこの問題の解決を阻む大きな原因になっております。サブリース業者が建物の賃借人に含まれることで、弱者保護のための借地借家法が、情報力も交渉力も優位にあるレオパレスなど、サブリース業者を守る結果となっているんです。これを改める必要があります。石井大臣が法規制も視野に入れて検討するというのならば、サブリースに対する法的規制を真剣に検討することを強く求めて、私の質問を終わります。これにて宮本さんの質疑は終了いたしました。次に杉本和美さん。委員長。杉本さん。維新の杉本和美であります。結構夜質問させて。